ビルンスドルフは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベストファーレン州、アルンスベルク行政管区のジーゲンビトゲンシュタイン軍の町村である。ビルンスドルフは、ロタール山地の南の市脈中、ジーゲンの南東約9キロメートルに位置している。ジーガーラント南部の地形は、入海地であった、新葉樹林と、岩の多い地盤と一部が急峻な斜面であるため広い。 工作地に適していないため草原を利用した農業によって特徴を付けられる。町域は歴史的な発展の経緯から多くの谷の区画に分割される。バイス川の谷が最大の谷で町域の南東から北及び北西に広がっている。主流のビルンスドルフ地区はバイス川の谷の南側、町内を南から西に向かって広がるヘッケンマッハタールに位置している。 南西の角にビルデバッハガーの谷がある。ビルンスドルフは、ラインシーファー山地の一部である、ロタール山地の死脈内、いわゆるジー・ゲナー・ボン地に位置している。ジー・ガーラントの山地は、様々な年番岩、交差岩、そして一部が玄武岩で形成されている。その南西部の一部は、ベスターバルトの山並みに連なっている。長域の総面積は72.04平方キロメートルである。 このうち約58.3%が森林であるが、この値は軍の平均値より6.1%低い。農業用地は約20.9%で、こちらは軍平均よりもほぼ2.2%高い。住宅地と交通用地は11.1%と8.2%で、ジーゲン・ウィトゲンシュタイン軍の平均よりも高い。ビルンスドルフは西から北西はジーゲン。 北から北東はネトフェン、南はブールバッハ、南西はノインキルヒエン、南東はハイガート境を接している。ビルンスドルフの地区図ビルンスドルフは11地区で構成されている。町内の気候は主に南西風から西風とロタール山地の死脈にあたる高地に位置することにより支配されている。しばしば発生する厚い雲が ジーガーラント特有の高い降水量とかなり低い気温をもたらす。年間降水量はカルトアイヒエの高所では約1000ミリメートル、町の東部では912ミ、mm、リメートルである。1881年から1930年までの平均気温は摂氏7.1度と測定されている。1929年の冬には寒波によりこの町の気温は低く。 摂氏25度まで低下した。ビルンスドルフ町内には5つの自然保護区がある。復元されたラテーヌ時代の洋行路、ビルンスドルフ地域はラテーヌ時代に初めて入植がなされた。期限前後のいくつかの出土品や精錬施設はケルト人のものであることが証明されている。それ以外の精錬書跡や 鉄鉱石採掘アートは10世紀から13世紀の中世のものである。この地域における最終的な入植は800年から950年までのフランク人の支配地域拡大の時代になされた。ビルンスドルフ集落は1185年10月24日にウィレルメイドオフという名称で初めて記述されている。この文書の中でハームニュスでウィレルメイドオフという人物が ハインリヒロクセの鬼神の立ち会い人として、なお記されている。この他に、ウィーランディスドーフという名称も残されている。これは、伝説のカジヤ・ビーラントがこの集落の近くに住んでいたという言い伝えによるものである。時代とともに、様々な表記がなされたが、1542年に、現在のウィルンドーフの表記が現れた。 1257年から1340年までは、ウィランディスドーフ、1451年から1636年までは、ビルンターフが主流の表記であった。1728年には、ワイランドロク・ドーフという表記がなされているが、このロクは、ワイロンスドーフの S を表している。ビルンスドルフ地区内には、同盟の集落の他に、多くの農場や入植地があった。 最大の農場がディッカー法府であった。この農場は1563年に初めて記録が残されている。郷土の文献学者はこの農場が1340年と1479年に記述されている農場群の一つであると推測している。その他の農場としては鉄鉱石の採掘や鉄の精錬はジーガーランとの他の集落と同様に この地でも古くに遡る。現在の町内で最初の鉱山はビルンスドルフとビルデンとの間のラッツェンシャイト銀鉱山、後のランデスクローネで1298年に初めて記録されている。この行動は1900年まで採掘がなされた。最初はアドルフ・フォンヘッセンのための銀採掘がなされていた。オベーレ鉱もこの頃に作られたが、 アウトバーンの工事のために埋められた。1777年、1778年まで、中世の鉱山の古いボタ山は、道路工事用資材に転用されていた。1489年新しい行動が設けられ、ツー・ウンゼラー・リー・ベン・フラウェン・コーと名付けられた。12世紀末から17世紀中頃までビルンスドルフを本拠としていたフォンコルベキシカは、1185年に、 初めて文献に記録されている。この騎士家は当時、ナッサウジーゲン公領のフォークトであった。この古くからの土着の家門は、ナッサウの歴史研究家アルノルディの時代には、ジーゲン地方に深く根付いた貴族の一つに数えられている。この騎士家はこの地に住んだ一族に源を発し、13世紀には、すでにジーガーラントで大変に大きな影響力を有していた。 コルディングハウゼンやヘイスの領主よりも強力な勢力となっていたと言われる。しかしフリードリヒ・フィリッピは、ビルンスドルフの領主家は、ザウアーラントのシュマレンベルクから到来した一族で、11世紀からここにあったコルブという名の一門の末裔であると考えている。1277年の文献で最初に、コールビーという別名が、ビルンスドルフと関連づけて記述されている。 しかしこれはフィリッピが考える通りのビルンスドルフ家のことではなく、ヘルマンフォン・ビルンスドルフの文書によれば、ホルディングハウゼンの土地を購入した親類にあたるコルベ家である。1309年以降、ビルンスドルフ家に対しても、コルベという別名が用いられるようになった。1467年9月29日の文書では、ビルンスドルフの領主が公式に、 これべんほんルンスドルフの名を使っている。1542年の朝税大帳からビルンスドルフ家はジーガーランとの他の部分でも土地領主となっていることがわかる。移住者は土地領主になれなかったので、これはビルンスドルフ家移民説と矛盾する。ビルンスドルフの福音主義教会の壁に描かれた1233年の火災を描いた絵、ビルンスドルフ家は 13世紀になるまでビルンスドルフの城を所有していた。この城からは、ヘッケンバッハ川上流の谷全体が一望できた。城山の基礎壁上に立つ、現在の境界周辺の測量や、現在分かっている堀の縄張りから、この城塞の敷地は約1.2ヘクタールであったと推定されている。1233年の前半、コンラート・フォンマールブルクは、異端裁判で、 異端の罪があったとして、ビルンスドルフ城と集落を完全に破壊させた。18世紀の絵図や、そこに描かれた小さな教会によれば、これらは火災前に建てられており、1233年の破壊を免れたものである。1913年に、かつての城石に建設された福音主義教会の近くで、1968年と1969年に、 ビィルンスドルフ町と福音主義協会組織が参加して発掘調査が行われた。これにより城の歴史に関するヒントが発見された。ブルク通りやコルベ通りの他にイムグラーベンといった農地名がかつての城塞の規模を忍ばせる。1950年代まで城の堀はその一部が残されていた。1865年には壁の遺構が見られたが、1890年代に 取り壊された。現在は、マインツァー通り14番地の家の裏手に、城の堀の跡が残っているだけである。城塞の破壊後、ビルンスドルフ家は、アイゼルニアレトゲンへ向かう、道の途中、アステンベルクの斜面に新しい館を建設した。ビルンスドルフ家は、最後の後継者が亡くなるまで、ここに住んだ。1566年には、 すでに40の農場から形成されていたビルンスドルフはかなり大きな村の一つとなっていた。1311年におそらくビルンスドルフ領主家の一員であるフィリップス・フォン・ビルンスドルフが寄進して教会が混流され、1444年にビルンスドルフで最初の司祭が記録されている。ビルンスドルフはこの頃まだ固有の教会区ではなく、 教会区が設けられるのはもっと後のことであった。1328年3月4日の文書は、レトゲンを教区教会の所在地として記している。1298年に最初の記録が残るカルトアイヒエの麓での銀採掘に基づく財産やヘッセン貴族との緊密な関係、ジーガーラント北部の広い所領などが、ビルンスドルフ家の影響力の基盤であった。 この家紋は、フェルンドルフ、ビルンスドルフ、レトゲン、ハイガー、フローンハウゼン、ドレッセルンドルフ、ブールバッハ、ノインキルヒエンの教会の守護権を有していた。1333年までビルンスドルフは、ナッサウハクの独立した隣人であった。しかし、1339年12月7日の文書では、ビルンスドルフの4兄弟は、ナッサウハクハインリヒを、我が主と呼んでいる。 ビルンスドルフ家の影響力はこの頃すでに大きく損なわれており、ナッサウ家が兄弟になっていた。1340年にビルンスドルフ家はナッサウの霊園家臣となった。多くの後継者の間で遺産分配が繰り返され、その一部は強度を去り、所領は徐々に細分化されていった。土地や財産は他国の手に落ちていったが、ビルンスドルフ家はこれを阻む財力を持っていなかった。 収入は大幅に減少し、しばしばかなりの額の借金をした。1340年以後の多くの文書が借金返済のために所要を売却したことを証明している。ビルンスドルフ騎士課の影響力はこうして失われた。困難な財政状況のためにこの騎士課はナッサウ博に対して戦闘時には参戦すること、わずかな相続財産を引き渡すこと、 中誠を誓うことといった義務を負うこととなった。1626年、ユンカーのヨハンフォン・ビルンスドルフが亡くなったことで最後の後継者が失われ、ビルンスドルフ家は断絶した。1530年、ジーガーラントで宗教改革が効果を表し始めた。1521年に、ボルムスでルターの説教を聞いたナッサウディレンブルクハクビルヘルムが、これを推進した。 ビルンスドルフでは、最初ルター派が信仰されたが、後に改革派の協議に帰えした。最初の牧師は、ハイン・リヒ・ナウラーと出会った。彼は1539年に亡くなった。二代目の牧師の死後、レトゲンの牧師がビルンスドルフに移り、両教区は統合された。この統合は、17世紀の初めから中頃には、解消されていた。1595年になる少し前、 ビルガースドルフがハイガーからビルンスドルフに強く変更され、この年にビルガースドルフの子供が初めてビルンスドルフで洗礼を受けた。1626年にビルンスドルフは再びカトリック化された。福音主義の牧師はナッサウジーゲン白ヨハンの命令によりその職を奪われた。1632年から1651年まで信仰は何度も入れ替わった。 ビルンスドルフとレトゲンの教区は再び統合された。福音主義の教区は、レトゲン・ビルンスドルフ二重教区、カトリック教会は、ビルンスドルフ・レトゲン教区となった。その後も、カトリックと福音主義の教区間で圧力が繰り返され、落ち着かない年が続いた。紛争は大きき、頻繁に、時にはわずか数ヶ月で、聖職者が変わることも領衆派ともに珍しいことでは、なかった。 ナッサウ・オラニエコ、ビルヘルム4世1711年にナッサウ・ジーエン、コウ、ヒアチンとは、再び福音主義の進化を抑圧するための法律を承認した。福音主義者には、罰金や高額の税が課され、福音主義の教師や牧師に対して、辞任要求がなされた。1712年6月9日に人々は皇帝に苦情を訴え、1713年はじめに、 ヒアチントに対して警告が発せられた。1720年には、ヒアチントは皇帝カール六世によって完全に遠ざけられ、福音主義者に対する抑圧は解消された。ヒアチントは1年後に居所をスペインに移した。彼は1724年にこの地でナッサー皇僚政府に対して宗教比率を以前の状態に戻すよう命令を発した。 福音主義の教師が追放され、福音主義信者は、新しいカトリック教師に対しても、報酬の支払いを強いられた。これにより当時の宗教比率が判明している。ビルンスドルフでは、福音主義33個、カトリック14個、ビルガースドルフでは、福音主義32個、カトリック5個であった。レトゲン教区の比率もこれと同じような比率であったと思われる。 改革派のナッソ・オーラニエコビルヘルム四世は、1742年に3つに分割されていたジーガーラントを再統合し、進化の進行を決定する権限を行使したが、厳格な運用を強いることはなかった。しかし、今度は、カトリック信者が、抑圧感を感じていた。1750年から1800年までの間に、カトリックの司祭は15回交代している。 1> 夫一世の死後、三人の息子たちは1301年に、ジーガーラントを分割し、ナッサウ・ハダマール家、ナッサウ・ディレンブルク家、ナッサウ・ジーゲン家という分家が成立した。これにより、ビルンスドルフと、隣のハイガーとの間に、カルト・アイヒエを通って、初めて国境が惹かれた。ヨハン六世の五人の息子たちは1606年に、ジーガーラントを分割し、ディーツ家、ハダマル家、 バイルシュタイン系、リレンブルク系、ジーゲン系のゴヤが成立した。さらなる分割により、ヨハンハッセ世は、アムトネトフェント、レトゲン及びビルンスドルフ教区を得、さらに1623年1月26日に、カーン、ビルバッハ、ホルンスベルク、バイデナウ、アイザーフェルトの集落を追加取得した。この分割部分から後に、ヨハンラントという故障が生じた。 この地方が分割され境界が確定すると、その後、南のナッサウジー原領と、これに隣接するナッサウディレンブルク家およびザイン家の二重支配下にある自由地との間の正確な国境線をめぐって、紛争が起こった。1579年にナッサウディレンブルク家およびザイン家によって策定された自由地の国境では、ビルンスドルフ方面では、ビーベルハウゼン、バイセンベルク、レールスベルクを、 国境地点としている。1597年、ビルデバッハを国境線とし、アムトジーゲンはナッサウジーゲンに属すとする国境をナッサウディレンブルク、ザイン側は承認しなかった。1610年にナッサウジーゲンによって、ビルデバッハ側に沿えるカースベルク西の高地を国境線とする国境策定が再度行われた。これによりオーバービルデンはミッテルビルデン及び ウンタービルデンから切り離された。中間の国境を取るジーゲ言の妥協案は受け入れられなかった。1579年の国境調査に基づいて、確定された国境の根拠は、ビルデンベルクとエルカースベルクにおける家畜の放牧は、ビルデン住民の古くからの権利であったということである。1622年の最後の国境調査によれば、国境はプファンデンベルク。 リンスドルフ高地に続く山並み、ビルデナー高地、ヘルシュベルク、バイセンベルクに続くロートシャイトを通る。この国境線は、この地域では、ビルデント・リンスドルフもしくは、ビルンスドルフとの間に国境があることになる。18世紀初め、ジーバーラントは、飢金と貧困にあえでいた。ビルヘルム・ヒアツイントは、父親よりも多くの、それどころか高価の収入よりも多くの金を発行した。 住民は高い税金を調達することができなかった。金の問題が圧倒的になると、1703年に、ビルンスドルフとビルガースドルフは、フランクフルトの2人の銀行家、ヨハン・マルティン・ドローンとヨハン・ボルフガング・シェーネマンから、借金をした。1755年1月30日、オラニエ公子・ウィルヘルム5世の時代にやっと、 ビルンスドルフとビルガースドルフは借金から解放された。1624年にビルンスドルフの教会が古い、城の基礎壁上に拡張された。1700年から1701年に老朽化していた教会塔が取り壊され、新しい塔に建て替えられた。これ以後、ビルンスドルフの教会に時計が取り付けられていたことが証明されている。同時に教会が修復された。 レトゲンでは1779年から1781年に、洗礼者聖ヨ羽ネ教会が建設され、その7年後には、カトリック部分が拡張されたビルンスドルフでも、新しい教会堂を建てる努力がなされた。1789年5月22日から古い教会の解体が行われ、その後2年間かけて、新しい共同で使用する教会が建設された。 この教会は1791年9月4日に完成した。ビルンスドルフは日本の大きな街道の分岐点に面しており、国境に向かってさらに急な勾配を克服するために輸送業者や旅人の宿屋や旧車の需要が増していった。この立地条件は旅館経営者、家事屋、車大工にビジネスチャンスをもたらした。1800年頃にはこの集落に ブルワリーが一軒あったが、その後一世紀の間に、すべての宿屋が自家製ビールを供するようになっていた。1777年から1780年までの間に、集落の街道は、カルトアイヒエでの玄武岩採掘のために大きく拡充された。現在では、玄武岩は採掘されていない。大仏大同盟戦争では、1796年7月4日に、フランス軍と、 オーストリア軍との間で、カルトアイヒエの戦いが行われた。オーストリア軍の2日前に、レトゲンに退却したフランス軍は、ディレンブルク方面へ進軍するよう命令を受けた。ビルンスドルフや他のカルトアイヒエ沿いの集落は、軍に両末を挑発されるなど多大な損害を被った。カルトアイヒエの戦い後住民たちは何百人もの、死者を埋葬し、負傷者を看護し、 兵士による略奪に苦しんだ。この戦いではジュールダンが率いるフランス軍が勝利した。1806年、ビルンスドルーフは他のジーガーランと共にベルク大公国の一部となった。いわゆるフランス統治時代にもたらされたのは物価高などのネガティブな影響だけではなかった。小取引の自由が導入され、不益が免除された。ビルンスドルフでは、レトゲン及び ビルンスドルフ教会区のための行政機関、マイヤー・ビルンスドルフが設けられた。これは、後のビュルガーマステライの先区であった。1813年からフランスに対するドイツ、抵抗軍の多くの軍隊がこの町を通っていった。その宿営や食料提供はビルンスドルフ住民にとって再び大きな負担となった。ウィーン会議により1815年5月に、 ビルンスドルフと残りのジーガーラントはプロイセン王国に分配されたが、しばらくすると他のいくつかの存落とともにナッサウ公国に移された。しかしジーガーラントの人々の尽力によって、この地域は1816年10月19日にプロイセンに返還された。1817年6月1日、ビルンスドルフはアルンソベルク県に編入された。 1816年にナッサウ公国との境界となっていたカルトアイヒエのふもとに税関が設けられた。ビルンスドルフには1835年までプロイセンのナッサウ国境中央税関が置かれていた。この中央税関には5つの第一種支局と17の第二種支局が属していた。第二種支局のうち8つがジーガーラントに設けられていた。新設されたジーゲン軍にはアイゼルン、 オーバースドルフ、リンスドルフ、ビルガースドルフ、ビルンスドルフ、ニーダーディールフェン、オーバーディールフェンの7つの集落を含むビュルガーマステライ・ビルンスドルフが含まれた。プロイセンのベストファーレン州地方自治体法に基づき、1841年にビュルガーマイステライはアムトに改組された。1844年ビュルガーマステライ・ビルンスドルフに変えてアムト・ビルンスドルフが 自治体連合として成立した。1895年、それまでアムトブールバッハに属していたビルデンがアムトビルンスドルーフに編入された。1895年から1966年までのアムトビルンスドルーフのマチソンズトルプバッハのヨハン・ハインリヒ・バイスゲルバーは1829年にライン川沿いのデュッセルタールから帰ってきた。彼はその地で、 キリスト教復興運動のグループと交際していた。翌年から彼は周辺地域で従ってビルンスドルフでもキリスト教の時間を開催して村々で次第に興奮を呼び起こし、1834年には意見の違いからジーガーラントにおける共同体の分裂を招いた。バイスゲルバーはレトゲンビルンスドルフ教会区で特に人気でアイゼルンやリンスドルフで 定期的に集会を開いた。しかし、残りの住民や、教会の代表者はこれをよく、思わなかった。このため、バイス・ゲルバーは1854年に活動を、停止し、集会法の導入後になって、やっと活動を再開した。1900年からこの教会区の、各集落は、教会の集会所でのみ集会を開くこととした。ビルンスドルフは19世紀に大きく発展した。 特に北から南に向かう本通り沿いに続々と新しい建物が建てられていった。ビルンスドルフの工業は工業で有名なジーガーラントではまだ重要でなかったため大部分の住民は農業や職人仕事で生活していた。1813年にビルンスドルフに住む鉱山労働者はわずか8人であった。1、3以上の世帯が農業。 16%が思工業で生計を立てていた。二つの司祭館や学校の他に大きな建物は存在しなかった。こうした村の風景は1889年から1891年にネオロマネスク様式のカトリック教会が建設されたことで変化した。この教会の塔は現在も建っている。しかし、本堂は老朽化のため1970年代に 解体された。また、藁ぶき屋根からスレート屋根への吹き替えも街の光景に変化をもたらした。これは、藁ぶき屋根は火災の危険性が高いためであった。1820年代には65件が藁ぶきで、スレート吹きは8件だけであったが、1888年には138件中78件がスレート吹きとなった。1940年代に、 最後のわらぶき屋根が姿を消した。1874年にビルンスドルフのマインツァー通りにバ番地の建物に郵便局が設けられた。それ以前の郵便は馬車で配達されていた。ビルンスドルフにおける工業化は、はじめは極めてゆっくりと導入されていった。大きな鉄や金属の精錬所はビルンスドルフのわずかな鉄鉱石産出量では採算が合わず。 無駄であった。1890年代に計画された鉄道建設は実現しなかった。1870年代にフィッシュバッハミューレにボイラーが設けられた。19世紀には医療の提供が町の問題であるとされた。1870年にリュール県医師によってこの町で最初の病院が設立された。1805年から1812年までに 約500人の住民のうち78人が亡くなったが、1905年から1912年には、約900人のうち62人の死亡に減少した。ビルンスドルフに薬局が開業したのも、比較的、遅かった。1886年に、ネットフェン出身のオスカー・ヤンセンがこの町で薬局を、開業した。ランデスクローネ鉱山の行動入り口アムと、 ビルンスドルフの工業は19世紀に大きく成長した。鉄の溶鉱炉がアイゼルンやビルデン近郊に設けられた。アイゼンハルターティーフバウやアイゼルンのアイゼルナー、ウニオオンといった小さな鉱山から時代と共に接続した鉱山が形成されていった。現在のビルンスドルフ町内には約20の大きな鉱山があり、このうち8つは工業化された鉱内採掘で稼働していた。 オーベルスドルフとアイゼントの間にあるプリンツフリードリヒ鉱山及びジルバークベレ鉱山、ニーダディールフェン近郊にあり、約82万7000トンの鉄鉱石を産出したグリムベルク鉱山、ビルガースドルフ近郊のホフヌング鉱山及びビクトリア鉱山、ビルンスドルフの南に位置するマリー鉱山、ビルデン近郊のランデスクローネ鉱山とバウテンベルク鉱山。これらのうち最大で、 最もよく知られていたのが、ウンタービルデン近郊、バウテンベルクという山のバウテンベルク鉱山であった。これは1461年に初めて開かれ、1942年に現在の町内では最後に閉山した鉱山である。ここからは、場所によっては1025メートルに達する深さから28億6900万トンの鉄鉱石が産出し、時には、 ジーガーラントの産出量統計で9位にランキングされた。1957年、アムトビルンスドルフ地域内で最後にアイゼルンのアマイゼ、鉱山が閉山した。1836年以後関税の徴収が廃止され、税関の建物が空き家となった。ビルンスドルフの住民はこれを別の目的に転用した。この建物を教会に改築し、カトリックと 福音主義との共用協会とする提案は特にカトリックの司祭に支持された。1841年9月にカトリック教会も福音主義教会もこの建物の所有を主張した。この建物がどちらの教団によりふさわしいかという意見の対立は何年も続いた。1852年4月29日、共用状態は解消された。カトリック教会が 中央税関の建物を福音主義教会がそれ以前の教会と学校を所有することとなった。1852年11月11日に税関の建物のカトリック教会への改築が完成した。福音主義教会も良好な状態となる要改築がなされ、1911年から1913年に教会が新築されるまで使用された。 1854年にビルンスドルフで最初のオルガンが設けられた。1880年代の終わり頃、福音主義のビルンスドルフ教会区とレトゲン、教会区との連合解消が検討された。ビルンスドルフとビルガースドルフの教会組織は信者数が少なく独立した教会区を形成することはできなかった。このため、1892年7月1日に、 オーバービルデン、ミッテルビルデン、ウンタービルデンを教区に含めてビルンスドルフは独自の牧師を得て人的連合は解消された。カルトアイヒエの採石場跡ビルンスドルフの地域内には大きな鉱山はなかった。マリー鉱山は1867年から1918年まで稼働していた。この鉱道はカルトアイヒエの南斜面にあり百三十メートルまでの深さから 鉛、亜鉛、銅の鉱石を産出した。その近くに、1890年頃まで、ジーガーラント全域の石材を切り出した採石場がある。また、1800年以前に設けられた、古いが小さいレーベンシュテルン鉱山が、マリー鉱山に付属していた。1853年から1866年までの間に266トンの鉛鉱石、31トンの 亜鉛鉱石を産出したブルーノ鉱山は日本の鉱道で開発された。1957年にエルツベルクバウ・ジー・ガーラント・エジーはカルト・アイ・ヒエの斜面で深さ800メートルに達する鉱脈の採掘を行った。しかしこの採掘は採算性が取れないものであった。1910年に水道が家の前の泉に代わって用いられるようになった。ヘッケン・バフハ上流の谷に 水の採取場と高化水槽が設けられた。水量不足のため、1937年に別の水源から新しい水道が作られた。1919年にガソリン駆動式モーターに変えて電子モーターがミルンスドルフ水車に取り付けられた。1902年に設立されたジーガーラント発電所によって電化された。 1925年から電話網が設けられ、フランクフルトアムマインからカルトアイヒエ、ビルンスドルフ、ジーゲンを経由してドルトムントまでのケーブルが付設された。同じ年にアイゼルムを経由してジーゲンまでのバス路線も開通した。これらの革新は第二次世界大戦や世界恐慌の困難な時代にこの村を発展させた。1931年までに 高い失業率のために畑や庭での窃盗が起こった。資材不足を緩和するために、ビルンスドルフでも、当期貧困救済事業が起こった。第一次世界大戦では、37人のビルンスドルフ、住民が帰還しなかった。1931年9月20日に戦没者を、記念して壁で囲まれ、球体と十字架があしらわれた塔が混流された。 1939年の第二次世界、大戦勃発後、共同体生活は機能停止に陥った。ビルンスドルフから75人の予備兵が、直ちに招集された。ハーフェル地方からの衛星部隊が3週間にわたって、ビルンスドルフに宿営し、1939年11月8日から1940年5月11日まで、バイエルンの第27砲兵連隊第8、 砲兵中隊の170人の兵士と140頭の馬が宿営した。1943年から1944年までに、ルール地方から111家族が、ゲンから120家族がビルンスドルフに疎開し、住み着いた。1945年に、ビルンスドルフ、ビルガースドルフ、カルトアイヒエの間の地区が爆撃されたが、損害はなかった。その後、 低空飛行による攻撃がビルンスドルフを襲い、多くの家屋が焼かれた。3月30日から31日にかけて、アメリカ軍がビルンスドルフに進軍してきた。戦争では、64人のビルンスドルフ住民が死亡し、28人が行方不明となった。1955年に戦没者記念碑は、第二次世界大戦の戦没者にも拡張された。 1946年から1947年までハウベルクで最後の種まきが行われ、1958年に最後の牧畜がなされた。何世紀にもわたって共同体生活を支えてきた農業は1950年代末に消滅した。現在ではわずかな大農家だけが周辺で農業を営んでおり、大部分の住民は工業や商業についている。 第二次世界大戦後、この集落は急速に成長した。1951年にリンスドルフ行きの乗り合いバスが営業を開始し、1952年にゴミの収集が始まり、1955年から1960年までの間に水道網が根本的に刷新された。1958年、1959年に、 ヘッケンバッファ上流の谷の井戸の新設やカルトアイヒエの高架水槽の建設が始まった。1957年にはザウアーラント線とも呼ばれるアウトバーン45号線の計画が開始された。その10年後にハイガー・ブールバッファインターチェンジとジーンゲンアイゼルンインターチェンジとの間の区間が完成し、ビルンスドルフはビルンスドルフインターチェンジでこの道路と結ばれた。 アウトバーンの建設もこの街の急速な発展に寄与した。多くの新興住宅地が開発され、建設された。1950年インデア・シュトルト、1963年、ツーム・エーレン・マール、1965年インデア・ノイビース、1966年アム・イエーガー・ッカー、およびアム・クリッツェル・ガルテンといった具合である。1818 18年から1939年の、 ビルンスドルフの宗教状況ビルンスドルフでは19世紀には住民の多くが福音主義であったが1926年にプロテスタントが少数派になった。現在はビルンスドルフ集落ではカトリックが多いが町境周辺の地域やいくつかの集落では福音主義が多数を占める。特にビルデンは長らくアムトブールバッハに属しており、 現在でも、福音主義が多い自由地の一つであった。1969年1月1日に、ジゲン軍の新設に関する法律に基づき、それまで、アムトネトフェンに属していたアンツハウゼン、フランマースバッハ、ゲルンスドルフ、ルーダースドルフと、アムトビルンスドルフに属していたニーダーディールフェン、オーバーディールフェン、オーベルスドルフ、リンスドルフ、ビルデン、ビルガースドルフ、 ビルンスドルフが合併し、アムトに属さない新たな町、ビルンスドルフが形成された。アムトは廃止された。アムトビルンスドルフの権限の継承者は、新たな自治体ビルンスドルフであった。アイゼルンはこれ以前の1966年7月1日に、すでにアムトビルンスドルフから脱退し、他の自治体と共に、新たなアイザーフェルト市を形成していた。 この町は1975年1月1日にゲンに合併した。1971年から1978年に約60ヘクタールの土地が造成された。1971年からのレーンシャイと工業地域の開発によって約2000人分の新たな雇用が創出された。新しい住宅地も開発された。1974年の ホーエロート地区と1982年のアウフデム・ベルゲである。1976年に町は新しい町役場を建設して移転した。3年後、旧町役場庁舎は郵便局となった。1980年までにビルンスドルフは2倍の広さに拡大した。1981年、新旧町役場の間の新しいショッピングセンターに最初の店がオープンした。 4年後、ここで最初の州の市が開催された。1984年、連邦道 B54 号線の2つの区間で拡張工事が行われた。これによって、ルーダースドルファー通りとアインジーデル通りとの交差点が新たに設けられた。かつてのクライの工場は1985年に祝祭ホールに改築された。この増築部分に、 町役場2と図書館が入居している。21世紀になっても多くの建築の改変がなされている。消防団は新たな消防署に移転した。増築部分には2003年、2004年に警察の派出所が設けられた。この派出所はノインキルヒエンからビルンスドルフに移転したもので、これによりアウトバーンの近くに位置することとなった。1997年。 1998年に医療品チェーンのブルーノクライネは新たな支店をビルンスドルフに開店した。2003年には新しい工業地域としてビルデン北レーンシャイト方工業地域がオープンした。その2年後に1979年から郵便局が入居していた旧庁役場の拡張部分は町の中心部にあるショッピングセンター拡張のための敷地を確保するために 周辺の空き家となった建物と一緒に解体された。ここにコントライコールマルクとの拡張部分とオフィス、住居、診療所の複合体からなる新しい建物が建設された。この建物の間に駐車場が設けられている。自治体成立以後のビルンスドルフの公式人工教会道、ビルンスドルフ町内には10の教会道と一つの礼拝堂がある。礼拝堂は 福音主義のものである。十の教会のうち四つが福音主義、五つがカトリック、一つが教養の教会である。アンツハウゼンの礼拝堂が最も古い建物で、ビルデンの教会が最も新しい。ビルンスドルフの中心地区には二つの教会堂がある。ビルンスドルフのカトリック教会ビルンスドルフの福音主義教会ビルンスドルフの町役場ビルンスドルフの 町役場2ビルンスドルフの町役場は現在の集落の中心に位置している。その北側はショッピングセンターの建物に囲まれており、それは西側部分にまで及ぶ。南東には祝祭ホールとビルンスドルフ博物館がある。大規模な地域再編前の1964年に行われた町役場の拡張工事後もアムとビルンスドルフの 行政は二つの古い建物で執務されており、さらなる拡張工事が必要であった。1969年の地域再編と11地区からなるビルンスドルフ町の形成により、町役場のスペースが狭く、必要な機能を果たせなくなった。このため町は計画を策定した。1975年末、景気交代の兆候により、 連邦野州からの80%の補助金で新しい町役場を建設するチャンスが訪れた。建設は1976年に始まり、11ヶ月の後期を要した。ビルンスドルフの町議会は、2014年の町議会、選挙後34議席で構成されている。1997年まで、ビルンスドルフには千人の町長の代わりに、ゲマインデディレクターがいた。 この役職は行政の長であり、自治体のあらゆる法的事項、運営事項の代表者であった。この職にあたる者は、その職責にふさわしい専門知識を有し、業務を遂行するに十分な経験を有していなければならなかった。この役職者は、長議会によって8年ごとに選出されるが、その人物自身が長議会議員である必要はなかった。これに対して、 当時の町長は町議会議員の中から選出され、議員としての任期である5年ごとに改選された。町長は町議会議員でなければならなかった。他の町会議員と同様に町長は兼任であり、議員業務のほかに通常の仕事を有しているのが一般的であった。町長としての業務は町議会及び主要委員会の議長と議会の政治的指揮があった。 1994年にノルトベストファー練習の立法機関によって決定された地方自治体組織の変更に関する法律によって、それまでの二党体制は遅くとも1999年の市町村議会選挙までに解消すること、市町村長の機能は住民の直接選挙で選出される一人の人物が担うこととなった。ビルンスドルフでは1997年にこれが実施された。 紋章は1937年8月17日に認可されたもので1969年まではアムト・ビルンスドルフの紋章であった。自治体再編の際に合併後の新たなビルンスドルフの紋章として受け入れられた。旧ビルンスドルフ町の紋章は1939年7月31日に認可されたが1969年に公的な使用権が失われた。 図柄上下に分割。上部は青字で7枚の金色の小四角形が散りばめられている。そこに赤い爪と下で威嚇する金の獅子が中央線から半身を表している。下部はさらに銀字とセーブル黒字に上下に分割され、色が反転した柱が2本に描かれている。町の紋章の上部はナッサウの獅子である。青と金はナッサウ家の色を象徴している。 ブは、これべき鹿の紋章から取られた。ビルンスドルフ博物館の入り口、グリムベルク鉱山の巻き上げ切れ都原の教区、境界巡礼地、エレミタージェニーダーデルフェンの水車庫やビルンスドルフ町の文化財リストには61件が登録されている。このうち57件が、建築文化財、3件が、地質文化財、1件が、稼働文化財である。39件が、 個人所有、9件が、教会の所有、10件が、町の所有、2件が、州の所有、1件が、連邦所有である。1976年、ビルンスドルフに、青年音楽学校が設けられた。ここには12種類の様々な楽器や歌唱を学ぶ、約350人の学生が在籍している。11の地区内には、8つの、 CVJM 金管アンサンブルや、その他の音楽クラブ、合唱団、歌唱クラブがある。ビルンスドルフは、ギムナジウムの行動やフォーラム。ビルンスドルフ祝祭ホール、いくつかの公民館で、町、学校、あるいはその他の機関による音楽や演劇の公演が行われている。2008年10月から、演劇クラブ、d ライエン・イブイがビルンスドルフを、本拠地としている。 2008年から2009年に改修がなされたビルデンのスポーツグラウンド11地区すべてに運動場がある。2008年からすべて改修がなされ、人工芝と小さな遊戯広場が設けられた。体育館はフランバースバッハ及びゲルンスドルフ以外を除くすべての地区にある。ボルツ場はすべての地区に用意されている。さらにバレーボールコート3カ所、テニスクラブ2カ所、 乗馬場に箇所がある。1980年に建設されたビルンスドルフのヘーベルトヒエンレジャーパークはサウナやバレーボール、テニス、スカッシュのコートを備えたフィットネスセンターである。歩行者専用橋で修道 L722 号線を越えてギムナジウムとつながっている運動場は1977年から設けられており2007年に改修されたビルンスドルフには ビルンスドルフゼキ近くのカルトアイヒエにもう一つ運動場がある。ビルンスドルフ町スポーツクラブ連合には40以上のクラブが加盟しており、延べ700人の会員が所属している。ほぼ各地区に固有のスポーツクラブがあり、いくつかは地区を越えて活動している。最も有名なのがトゥースビルンスドルフビルガースドルフである。このクラブは1910年に創設された。 VFB ビルンスドルフとトゥースビルガースドルフが1970年6月20日に合併して成立した。VFB ビルンスドルフと同様に他の地区にも第一次世界大戦前からスポーツ、体操クラブが存在していた。例えばフランマースバッハ、アンツハウゼン、ビルデンなどである。ビルンスドルフ祝祭ホール祝祭ホール、ビルンスドルフ博物館。 ルーダースドルフの郷土館では定期的に展示会、即売会、上演会が開催されている。例えば工業、鉱物即売会や模型工作即売会などである。ビルンスドルフ・ギムナジウムの行動やフォーラムでは演奏会や演劇公演が行われる。ビルンスドルフでは1985年3月から水曜日に週の主が開かれている。 ビルンスドルフ自然農家市市場祭のみの市が定期的に開催される。夏にはビルンスドルフのブルーノ・クライネ駐車場で教会祭が行われている。1993年から毎年9月にビルゲンの運動場の高台でビルンスドルフのドラゴン祭が開かれる。2009年には約3000人がこの祭りに訪れた。5月1日には ビルデンズリクラブがランデスクローナー池に招待する。キリスト商店祭には VFB ビルデンがストリートサッカー大会を開催する。ビルンスドルフの祝祭ホールは当時のクライ社の建て替えに基づき1985年に建設された。ホールは540平方メートル、多目的スペースは109平方メートルの広さがある。700席まで 設置可能なホールにはステージが設けられている。2009年には113のイベントが祝祭ホールで開催された。すべての地区にイベントや祝祭に用いることができる公民館、または多目的ホールがある。1990年代にアウトバーンが建設されて以後、ビルンスドルフの職場数は約2000人分増え、4000人ほどになった。この町の工業用地の面積は、 約172ヘクタールである。最大のレーンシャイト工業地区は、ビルンスドルフとリンスドルフとの間のヘッケンバッハタールにあり、インターチェンジでアウトバーン45号線に接続している。ヘッケンバッハ側はこのために流路を変更された。工業地区ビルンスドルフには、以下の工業地区がある、企業約100人を雇用するビルンスドルフの町で、 最大の雇用主ーギニアウビの本社はニーダーディールフェンにある。ビルンスドルフは地元のインターチェンジでアウトバーン45号線に接続している。ビルンスドルフが位置する区間は1967年に開通した。2005年9月にこれに隣接してレーンシャイト6ビルデン北工業地区内にガソリンスタンド、ホテル、多くのレストランを含むアウトホーフがオープンした。 ビルンスドルフは、連邦道 B54 号線沿いに位置している。この通りは、町域内を南から北西に走っており、オーベルスドルフの北側からこの町を離れる。1976年に、コースが変更された。それまでこの通りは、ビルンスドルフからオーバービルデンやギルスバッハを経由して、ブールバッハへ向かっていたが、ガムバッハ経由で、リッペ方面へ向かうこととなった。 ビルンスドルフ・ブールバッハ間は、修道 L723 号線となった。現行の B54 号線は、カルト・アイヒエを越え、ビルゲンドルフの東を、リッペ方面に向かう。1982年に、アルツハウゼンやルーダースドルフと、ビルンスドルフ地区との交通の便が良くなる、要、修道 L722 号線のアルツホイザー・ミューレまでの区間が拡充された。 L722 号線も町内を貫いている。この道路沿いにビルデン、ビルンスドルフ、ルーダースドルフ、ゲルンスドルフの各地区がある。公共近郊交通はベストファーレン南交通会社とルールジークバス交通のバスが運行している。R12 号線、R13 号線、R15 号線がその主要路線である。さらにゲンからビルンスドルフへの夜行バスもある。 旧ルーダースドルフ駅の駅舎この町はルーダースドルフ駅を介して鉄道ディルセンと結ばれている。ニーダーディールフェン駅は現在旅客営業を行っていない。この路線は1915年に一般運行を開始した。1950年代までビルンスドルフはビルデン経由でフライエグルンダー鉄道と結ばれていた。この路線は ウンタービルデンからザルヒエンドルフまでを結んでいた。この路線は、もともとオーバービルデンやビルンスドルフを経由して、ビルガースドルフまで開通する予定であったが、ノイエ・ホフヌング鉱山の閉山により、ウンタービルデン以降の布設はされなかった。この町から約 12km 南に、ジーガーラント空港があり、ビルンスドルフから、連邦道 B54 号線経由で行くことができる。 この地方の日刊誌は、ジーゲナーツァイトゥング、ベスト・ファー・レン・ポスト、ベスト・フェリシェルント・シャウである。これらの日刊誌の他に、ジーガー・ラントク・ウリエ、ジーガー・レンダー・ボーヒエン・アンツァイマー、ヘラー・ター・ラー・ツァイトゥングといった新聞が刊行されている。ヘラー・ター・ラー・ツァイトゥングは、かつては、ビルデンだけに配布されていた、地方日刊誌であった。1981年からビルンスドルフ町に、 ケーブルテレビが設けられている。放送は、ノインキルヒエンに立つ送信塔から発信されている。ビルンスドルフは、ノルトベストファーレン州、ヘッセン州、ラインラントプファルツ州の間に位置することから、地方局であるラジオ人間の他に、ヘッセンからの WDR、アワーズ、FFH のプログラムや、ラインラントプファルツからの SWR、RPR1 のプログラムも受信できる。 2005年秋からビルンスドルフでは、ブロードバンドインターネット網に接続できるようになった。ビルンスドルフ図書館は、祝祭ホール近くの町役場2の隣に入居している。この図書館は、約16,500点のメディア、書籍、CD r o m CD、DVD を貸し出している。この他に7つの地区図書館が利用できる。ハウスヘイベルトヒエンは、町内に3つある。 老人ホームの一つである。この施設は、ビルンスドルフ近郊、ディールフェン寄りにある。2001年に開所し、69人の入居、介護が可能である。運営は、ディアコニー人間が行っている。これよりも、大きな老人ホームであるニーダーディールフェンの、ハウスア,ンデアバイスは1991年に、民間運営者によって建設され、83人が入居している。 三つ目のホームがハウスゾンネでオーベルスドルフレトゲンにある。ビルンスドルフには幼稚園が14園ある。ビルンスドルフ地区、ビルガースドルフ地区、ルーダースドルフ地区にはそれぞれ2園ずつある。5園がドイツ赤十字社、5園がカトリック教会、4園が福音主義教会の運営である。1542年にビルンスドルフの当時の学校長についての記録が残されている。 これは、キリスト教の教義と結びついた純粋な教会の学校であった。1964年には、キルヒシュプールシューレと名付けられた。この古い学校は1852年に取り壊され、新しい建物に建て替えられた。この学校は、福音主義の学校として1853年11月25日に開校したが、すぐに小さすぎる状態となった。 1900年8月24日に土地が購入され、新しい校舎が建設され、1903年12月3日に開校した。1853年に福音主義の学校となった後、カトリックの子供たちは税関の建物で授業を受けた。しかし、税関の部屋が必要条件を満たさなくなったため、1890年代に新しい学校建設運動が始まった。 1902年に土地が取得できたが建設が始まったのはその2年後になってからであった。1908年12月1日に新しい学校の運用が始まった。この学校も早くも1920年代には手狭になった。1920年に生徒数が143人にまで増加し、新築、改築が必要となり、1928年に完成した。 1939年4月18日にカトリック3クラス、福音主義2クラスの共同学校が開校した。戦時下で学校運営は困難を極め、1944年11月にとうとう完全に閉鎖せざるを得なくなった。1945年3月から散発的に授業が行われ、この年の8月27日に完全に学校運営が復活した。 1947年に、調律学校が廃止され、宗派による分離が再び行われた。1972年、73年にビルンスドルフのホーエロートで、新しい本家庭学校の建設が行われた。1968年の学校改革以後、既存の建物に余裕がなくなったためである。学生数の急速な増加や実家学校の開設に、スペースが必要なり、 早くも1974年にこの建物は拡張が必要となった。3年後に新しい校舎が建設され問題は解消された。1990年代初めに本家庭学校は移転し、空いたスペースに新たに設立されたギムナジウムが入居した。これ以後本家庭学校はルーダースドルフ地区の新しい建物にある。 ニーダーディー・ルフェンの実家学校1974年9月1日、ビルンスドルフの実家学校は、ホーエ園ロートの当時の本家庭学校内に開校した。この学校は1977年に隣の新校舎に移転した。その後早くも1982年には拡張工事が行われた。実家学校は1992年、93年の学年に、 改築され、拡張されたニーダーディールフェンの旧本家庭学校に移転した。2009年に学生食堂が建設され、完成した。現在、ビルンスドルフ実家学校には、約540人の生徒と26人の教師が在籍している。体育館の他に、アドルフ・ゼンガーハレという名の多目的ホールや近くの運動場が利用できる。 1990年に創設されたビルンスドルフのギムナジウムは約1000人の学生と約70人の教員を有している。ビルデンの基礎家庭学校、アンツハウゼン、ニーダーディールフェン、オーベルスドルフ、ルーダースドルフ、ビルデン、ビルガースドルフ、ビルンスドルフの各地区に基礎家庭学校がある。ニーダーディールフェン、オーベルスドルフ、ビルンスドルフ、ビルデンは 学校連合を形成している。ルーダースドルフには自由キリスト教会基礎家庭学校があり、2009年現在241人の児童が在籍している。2012年2月9日にビルンスドルフ町はビルンスドルフの基礎家庭教育状況の現状と将来について情報検討を行った。児童数減少のため2012年 13年には7校で6人の教員が赴任しただけだった。いくつかの基礎家庭学校閉校の可能性が報告された。2月16日、100人以上の両親や児童が町役場前で閉校反対、全校存続を訴えた。彼らは閉鎖の可能性が高いとされるアンツハウゼン、オーバースドルフ、ビルデンの住民約4000人分の署名を町長のシュプラーに提出した。 3月1日、セディと FDP が教育議会で7つの初等クラスすべてに賛同し、すべての学校存続を宣言した。結論は、町長シュプラー名義で、ノルトベストファーレン州総理大臣、ハンエローレクラフト宛てに送付された。2011年12月15日にビルンスドルフ、町議会は、全ン,ンダール州での解説を決議した。 2012年2月2日にこの学校は教育省の認可を得た。しかしゼクンダール州での入学希望者が最小必要人数の75人に達しなかったため、同年2月28日にゼクンダール州での同年、開校を断念したと町行政府は発表した。入学希望者は70名であった。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。